ウィリアム・アップル・ガースはイギリスの陸上競技選手。1912年ストックホルムオリンピックの金メダリスト。第一次世界大戦を挟んだ時代に活躍。当時のヨーロッパを代表するスプリンターであった。1912年ストックホルムオリンピックでは100メートルは準決勝で敗退したものの200メートルでは銅メダルを獲得。 さらに400メートルリレーではイギリスチームのアンカーを務めた。この種目では優勝候補のアメリカが準決勝でバトンパスを失敗し失格。さらにもう一つの優勝候補であったドイツも決勝でアメリカと同様なミスを犯し幸運にも金メダルを獲得した。アップルガースは国内では英国トリプル A 選手権において 1913年1914年の100ヤードを連覇。1912年から1914年まで220ヤード3連覇を果たす。さらに、1914年には100メートルで10秒6の世界大記録。200メートルでは21秒2の世界新記録を樹立している。1915にアップルガースはプロに転向。同年に、 アメリカに移民する。アメリカでは、ペンシルベニア州のボーディングスクールで陸上とサッカーのコーチに従事。また、アメリカンサッカーリーグのブルックリンで選手としても活躍した。1958年に68歳で死去。彼が持っていた100ヤード9秒8のイギリス記録は、彼がこの世を去った年まで破られなかった。ありがとうございます。